口の守りが固いわね。中には。面白いものがある。それで証拠は見つかったか？クローゼットの中の死体は。まだ扉も開けてないの。高度な魔法障壁よ。任せて。ギアターライゲン。バニーを目覚めさせちゃった。障壁は私が何とかするわ。いい部屋だな。あまり研究室らしくない。油断しないで、よく調べるのよ。面倒じゃない？文章を片っ端から掘り起こすなんて。あなたが来たいって言ったのよ。シリの肖像画みたいだな。私じゃないわ。傷がないでしょ。いや、お前だ。かなり特徴を捉えてるぞ。興味があるのはお前の魔力だけだと言っていたが本当か？バカじゃないの？やつが甘党だとは知らなかった。見てゲラルト。まるでさっきまで誰かがいたみたい。アバラックは船の上だ。それは確かだ。そうじゃなかったら？よせよ。蒸留液か。この匂いは。バーベナね。なるほど。なるほど？いや、別に。時々すごくイラつかせるわね。薬草なんて何の証拠にもならんぞ。待って、まだ研究室を全て調べたわけじゃないわ。イエネファー、古き血脈のアインヘインイチェルの家系図だ。ララドレンから始まり、私まで。全体を見るのは初めてよ。エイダンのビデモントが祖先だなんて思わなかった。娘を焼けた鉄を押し付ける刑に処した人だっけ？それとも父親をのみで目をえぐる刑に処した人？娘を処刑した方ね。すごい、完全なものを見るのは初めてよ。アバラックはララの子孫を途絶えたと思っていた血統まで全て調べていた。本当に調べていただけだと思うか？魔術師ってのはララの子孫がどうしているか観察するだけで満足するような人種じゃないぞ。ララの子孫にエルフの血がどれだけ干渉しているか知る術はない。あなたもそういう研究をしてたの？ゲラルトの言う人間の魔術師みたいに。まさか。ヤツの書き込みを読んでみよう。すごい、これに2世紀もかけたのね。ララの子孫を研究したのは彼が初めてよ。ファルカの、シリのことも書いてあるわ。でも興味深いのはその後よ。シリのような遺伝子の混合体を培養しようとしたんだわ。しかも人間の遺伝子を取り除いて。つまりどういうこと？
巨大なガラスの筒に囚われた私の兄弟が見つかるとでも？茶化さないで。アバラクの研究はそこまで進んでないわ。実験は全部失敗だったみたい。あなたはあなたよ。で、ワイルドハントを敵に回したわけね。調査を続けましょう。もっと面白いことが発覚するかも。エルフは香水の趣味がいいようだ。普通の鏡か。てっきり魔力を秘めたものかと思ったが。誰かいるわ。扉の向こうに。どうやって入ったの？お前は誰だ？あなたには関係ない。今すぐ出て行って。あなた、ティルナリアで見たことがある。やるじゃない。人間にはエルフはみんな同じ顔に見えると思ってた。アバラックならここにはいないわよ。分かってる。分かってて来たの？何のために？彼を探るため？あなたがバカなことをするたびに危険に飛び込んで助けた彼をこれ以上どうしたいの？あなたに何がわかるの？あなたのことは彼からとても詳しく聞いているのよ。例えば？あなたはララの力を受け継いでいるそうね。彼が何を期待しているかは知らないけど、泥の水たまりから水を飲むようなものよ。でも彼はそう信じ込むことで仕事に打ち込めたんだわ。仕事？彼が喜んであなたを追い回していたと？私でさえあなたを見ると気分が悪くなるのに。驚いた。あなたみたいなタイプでも人間に優越感を持ってるのね。その子は人間じゃない。混じり合って濁った血の化け物よ。そんな出来損ないを使わなきゃいけないなんて屈辱的だわ。それ以上言ったら。何？何もできないでしょ。その子は自分の役割を果たすだけよ。そうすれば彼も解放される。彼が私を憎んでいるならどうして直接言わなかったの？シリ、さっきの話を真に受けてないだろうな。彼女の話にはその個人的な感情が入ってる。だから何？私のことが嫌いならみんな放っておいてよ。シリ、ケイヤモロヘンの時みたいに私の力が暴走するのが怖い？自分の意志で暴走させられないのが残念なくらい。
気が晴れた。もう行きましょう。船にはすぐ戻らなきゃダメ。他に用があるのか。ヒンダースファルのロフォーテンに行きたい。前にスヒャールって男の人が。何？シリ、スヒャールは亡くなった。ワイルドハントがやったのね。生き残った人は。その後の話よ。本当に彼なの？会ったの？その場にいたわ。遺体も見た。一緒にお墓に行ってくれる？せめてお別れを言いたいの。一緒に行こう。ありがとう。ヒンダースファルへの門は開ける？ええ。行くとしよう。早めに戻ってくるのよ。ねえ、じゃあね。辺りを調べよう。比較的新しい墓なんだ。来てくれてよかった。墓地は本当に嫌いなの。一人でうろつくのは特にね。一緒に見て回ろう。行こう。ニオルドの息子ラッセ、オーブの息子オラフ、トロットニルの娘インゲ。そんな名前がない。スヒャールの墓石がない。ゲラルト、私彼を埋葬するまでは行かない。ねえ、遺体はどうなったのかな。火葬にはしていない。王と英雄の特権だからな。あのまま庭園に放置したとも思えんが。うん。なんてこと。どうした。村の向こうに大穴がある。病気で死んだ羊をそこに捨てるの。夜のうちにカニが骨だけ残して食べ尽くすのよ。何してるの？あなたたちがやらなかったことよ。彼を埋葬してるの。臆病者を。長老たちの命令に背くつもりか。立ち去れ。ここから出て行け。掟を破るなど。俺たちの掟じゃない。私たちのしきたりに敬意を払う気もないってわけね。臆病者の墓は穴で十分だ。ヒャールはみんなを救ったのよ。ワイルドハントは私を追っていた。彼が私を連れ出してなかったらロフォーテンは今頃廃よ。なぜ亡霊どもがあんたみたいな小娘を。私はただの小娘じゃない。それからこの墓に触れたら誰だろうと痛みを見ることになるよ。誰も触るものか。神聖な墓を荒らすなど。長老たちの教えでは墓荒らしは敵前逃亡よりも重罪だ。あんたが真実を語っているかどうかは分からん。スヒャールの裁きは神にお任せする。
来てよかった。どれほどショックだったかわからないでしょう。もう彼の名を怪我したりはしないだろう。行こう。一人で戻ってくれ。やることがあるんだ。分かった。また後で。